今日の話は妊活中の調味料です。はい、しくちゃん、はい、これね、ああ、キズパッチ、これ なんでこれなったか知ってる？シミ取り。これ寄ったところさ、スペクトラなんとかレーザーみたいなさ、病院でやってもらうとさ、シミがめっちゃ出てくる。今だあざみたいになってるね、消えんでしょうねみたいな感じのね。はい、あ、ここめっちゃだから、ね、ああ、そう、なんか黒っぽくなってるのは出てきてるんですか？出てきてる。何の話だったかと言ったんですけども、まあ、しくちゃん、はい、調味料、はい、ですね。調味料なんですけども、調味料話したいこと2つ、はい、2つだけ絶対覚えておいてください。で、1つはさ、調味料をこだわっていただきたいんですけども、それこそその加糖ブドウ糖液糖って書いてあったりだとか、甘味料系の何か入ってる、うん、結構あるんですよ。甘みみたいなのをその天然のものじゃないやつでこうやってるようなものとかっていうのがすごく美味しいんですよ。口当たりがいいから美味しかったりするんだけど、あんま良くないっていうふうに思っておいてくださいね。だから調味料ぐらいってこだわってもいいよね。だから何もこう何も入ってないようなやつだとか、醤油なんかでもいくらでもあるんで探せば、そういうものをぜひ使っていただきたいなっていうふうに思います。だからこれは裏側見ていただければわかるよね。スラッシュ以降、佐藤さんとかさ、なんかいろいろ書いてあって、こうなんかこっち側のやつができるだけ少ないやつですよね。なんかややこしいので、体の中でほら天然のものじゃないものだとかってほらすごい異常に吸収が良かったりだとか、異常に消化されなかったりだとかするものがあったりするんですよね。なんか異常に味覚を刺激するものとかさ、そういうものあったりして、だから若干ややこしいので、できればあるよね、これなし調味料、このスラッシュなし調味料、後ろを見ていただいて、そういうものをまず選んでいただきたいなっていうところがまず一つお願いになります。もう一つなんですけども、その体の中活性化するというか、その機能をサポートするような調味料ってこれすごくあったりして、覚えておいていただきたいんですけども、妊娠ってさ、これがテーマなんですよ。妊娠邪魔する要素として、この炎症っていうのがめちゃくちゃ大きいテーマで、これすごい消耗するんですよね。体の中炎症してって、この炎症するとさ、物が脳に伝わって、そこがまたその炎症に乗っ取った体に作るっていう形になってくるんですよ。なので調味料とかでこれがなんとかできればすごい素敵だと思いませんかね、というふうに思ってください。この炎症を起こさないポイントっていうのはいくつかあって、例えばさ、ターメリック、抗炎症に効くっていうふうに言われてます。ウコンだよね。ウコンってさ、その肝臓悪い人とかってさ、伊豆先生はほらお酒なんてもうそんなもん見たこともないけどね、ターメリックとかって聞いたことない？しきちゃん、あります。しきちゃん大酒飲みだもんね。さしなむ程度だよね、はい、ウコンとかってさ、あの肝臓の炎症に効くっていうふうに言われてるんで、まあ事実だというふうに思うんですよね。なのでそういうのもあります。炎症を抑えるって話でターメリックみたいなのもとてもおすすめなんじゃないのかなというふうに思います。炎症を抑える系でなってくると、こう例えばさ、食品が食べると基本的に炎症って起きます、うん、OK ですか。で、食品をの例えば特徴があればあるほど炎症って起きるようになってるんですよ。消化するっていうこととか、体内に入るってこと、異物が入るってことは何かそこに対する免疫反応っていう炎症が起きたりするわけなので、食べるってことは基本的に炎症が起きるってこと、ただ食べないわけにいかないじゃないですか。っていうことは、この食べるっていうところをできるだけ栄養素の状態にしたいわけなんですね。栄養素の状態にしたいのにサポートできるのがお酢。お酢は押してるよね。お酢、地球妊活チャンネルでは。お酢、ちょっとしたさ、レストランとかでもお肉がなんか少し油が多めのものが出るレストランとかってなると、食前でなんか出たりするんですよ。もしくは例えば、うん、うち町田さ、新しいサロンがオープンしてさ、いろんな方が通ってくれてるんだけど、町田の近くに生のサバを出してくれるすっごい美味しいレストランがあるんですよ。名前忘れちゃったんだけどね、勝手に宣伝したらまずいからあれなんだけど、みんな近くの探してみてくださいね。サバ食は大変じゃないですか。オメガ3めっちゃくちゃある分、オメガ3ってほらその入ってくると体内で酸化ストレス強い人とかって酸化するから余計調子悪くなっちゃったりするんだけど、お酢とかって消化液めっちゃ出るから、飲むとだから出るんだよね、こういうところって。そのサバ定食の前に食前酢みたいのが出てくるんですよ。めちゃくちゃいいですよね、うん、食前にしくちゃん、お酢を体内に口の中に入れて飲み込むとどんなことが起きる？胃酸が出る。出るよね、うん、胃酸出るし唾液も出るし、うん、唾液ももう立派な消化液なんですよ。
で胃酸も出るわ、あの 腸の液、腸の消化液みたいなのも大量にあったりだとか、そういうものも出たりするので、この夏場すっごい暑かったじゃないですか、すっごい暑かったので、その消化力落ちてます、みんな疲れちゃって卑怯っていうような言い方するんだけどね。お酢食前に取りましょう。伊豆先生でも今日から取る。だから体重増えてたからね。体重増えた時とかもお酢を食前に取っていくと、炎症が起きると基本太るんですよ、人間ってね。まあだから妊活にもマイナスになりますので、だからこの2つかな。ターメリックいいよね。うん、ターメリック帰り買ってこい、伊豆先生も。はい。どこに売ってるかな。きっとカルディとかに売ってると思う。カルディに売ってんだ。うん。成城石井とかありそうだっけ、売ってあると思う、売ってそうな気がするよね。こう言ってターメリック買って、あとはお酢を直前に、だからリンゴ酢なんておすすめだよね、うん、リンゴ酢安いよね、ものによると思います、高いのあるんだ。さっきのスラッシュとかそういう話じゃないですけど、うん、リンゴオンリーのやつと、なんかアルコールついてるやつとみたいな、なんかアルコール添加してるやつとか入ってるのが安いやつは。あ、じゃあ高いやつ買おう、みんな。だってそんなあれでしょ、500円が600円とかそれぐらいでしょ。まあ600円とかあれば買えますよね。でそれみんな買おう、ビジネスでも買うね。お酢を買っていただくと炎症対策になりますね。ターメリカは酒でも旦那とかいるじゃないですか、そういう不届きなのがいるじゃないですか、それ飲ませてあげてください。どんなんでもいいと思いますよ。この2つですね。こういうボトルで入ってるやつあるじゃないですか、はい、意外と何もしないっていうのを思ってください皆さん、うん、買ったら使い切ろう、うん、1週間2週間で使い切るようなイメージ。いや本気で本気で、意外とカビ入るっていうし、あるヴィンテージものあるじゃないですか、あるかもしれない、ね、もう使わない方がいいよそれ。こういうの買ってきた時の高揚感ってわかる、うん、すごい楽しくない？ターメリックとかさ、パプリカとか買ってきた時のさ、はい、高揚感あるよね。ただあんま古いものだけは使わないようにお願いします。してます。しきちゃん、じゃあ取り留めないけどまとめ。妊活中の調味料はシンプルなものと、うん、あとは上手にスパイスを使ってと、胃腸のサポートにお酢が便利です。お酢は安くていいよね、まあ、言いたいことたくさんね、調味料ね。白砂糖はどうかとか、みんな他の YouTuber も言ってるからいいじゃん。塩は岩塩がいいなんて、それはみんな言ってるからいいんだけど、うちとしてはだからもう一歩先に行きたいので、このタメって売ってるよね、売ってる、あの真空パックに近いような感じのさ、そう、腐らないようにしたやつがあるんで、これ早く使うっていうところだけ覚えておいてください。